ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日は、ラブライブ文化祭高く飛び上がれにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。してくれてたと思うんですけど、声出しも OK なので、もっと全力で皆さん分かる曲だけでもいいので声出して盛り上がっていただけたら嬉しいです。あとサイリウムとかペンライトとか振ってもらったらみんな多分嬉しいのでいっぱい振ってください。それでは今日は全国から18人の仲間が集まってくれたので、その仲間たちをみんなに紹介したいと思います。まずじゃあミューズからいきたいと思います。りんちゃん役、アイリス流星君のノアチです。ノアチ、はい、西木の巻役、花色日和、関東のチームの花色日和のマリンです。マリン、マリン、はい、小泉花屋ちゃん役、純白マスターのゆずはです。お願いします。ゆずは、はい、園田亜美ちゃん役、アイリス流星君みなみんです。よろしくお願いします。みなみん、同志大学やっぱりマカロンのナーナです。お願いします。ナーナー。南小鳥ちゃん役の元京都女子寮リンリンです。よろしくお願いします。リンリン。はい、綾瀬ちゃん役の元夢見る乙女の青春中のリカニャです。関東から来ました。よろしくお願いします。リカニャ。マミックのさゆです。お願いします。さゆちゃん、はい、東条のぞみ役で、元京都女子寮のまこつです。よろしくお願いします。まこつ、それでは次にアクアに行きたいと思います。はい、黒沢ルビー役、コットンキャンディーのまいです。お願いします。Thank you.
Thank you.
Yeah.
といい曲を固めてみました。どうでしたか？もっともっともっと歌って、さゆちゃんが。今回、まあ、みんなの希望曲でこの公演の曲を決めたんですけど、まあ、実はこれもやりたかったなみたいな曲があれば、あとはなんかまあ自分入らなくてもこの曲見たかったなとかあれば、ちょっと一人ずつ聴いていこうかなと思うので、はい、今さゆちゃんからいきますか。はい、私はガラスの花園がめっちゃ見たくて、そう、めっちゃ見たくて、よかった、ありがとう。そう、あれをめっちゃ見たかったんですけど、ちょっと2人2人だと、もうやりたい曲がいっぱいになっちゃうから、今回は3人でってことになったんですけど、もしまたやるなら、ガラスの花園をぜひやっていただいて、私はその辺で見てほしい。え、なんで見たい。まあ、わかるけど。です。ぜひ、ガラスの花園です、私は。はい、ありがとうございます。じゃあ、みなみんは。はい。私はワイルドスターズ、言いたかったです。いいね。なんかこの公演をやるって後にその曲のことを知って、おあの遅かったんです。あ、希望曲に間に合わなかった。そうなんです。残念、入れずに終わりました。また、ね、機会があれば次回関東で第2弾やりたい。関東で遠征しますか。はい、なんか今日結構お客さんも関東から来てくれてるっていう。ちなみに関東から来てくれ、来たよって人、はーい、めっちゃいる。あれ、なんかちょっと一部嘘をついた人いる。あれ、ちなみに関西以外だと、関西以外、あ、多いね、やっぱすごい、ありがとうございます、本当に。ちょっと話それましたけど、次リンリンに聞いてみましょう。私は、自分は入ってないんですけど、ソルジャーゲームを私がもうすごい中学高校ぐらいから大好きな曲なので、今回入ってないんですけど、知らない方ぜひ聴いてみてください。いい曲ですね。分かる、やってほしい。じゃあ次ゆずはさん。はい、ゆずはです。私はあの推しが星空凛ちゃんでして、ラブイガエルが聴きたいなって。確かに、はい、ね、ハローの星を数えたとかも。あ、いいね。次回、はい、じゃあ次は、ナナちゃん。はい、ナナです。かわいい。ナナは特にないんですけど、なんかユニドルを始めた年に冬にスノーハレーションをしたんですけど、すっげー失敗しまして、なんか一人だけ真ん中で違う振りを踊ってたんですけど、まあ、それをリベンジしようっていう気持ちでいます。そうなんですよ。あの入場時にお配りさせていただいたサイリウムあると思うんですけど、スノーハレーションの落ちサビで折るものなので、ぜひナヌちゃんに向けてもうオレンジの景色ぶつけてやってください。ぜひ、はい、お願いします。じゃあ次、ナーチかな。はい、ナーチです。私はワンダフルラッシュがやりたかったなと思って、いいね。私自チームで昔ワンダフルラッシュを5人でやった時があって、やっぱ5人やとこう再現度がどうしても下がっちゃうので、なんかフルメンバーでやってみたかったなっていうふうには思います、いいですね。ぜひやりましょう、またそれではゆかりさん。ゆかりさんです。はい、ゆかりさん、ありがとうございます。私は、実はあの矢沢にこの大ファンでして、あ、矢沢にこさんいらっしゃるんですけど、あのラブノベルスがすごくやりたかったなって思って、今回投票でみんなで曲決めたんですけど、こうしくもちょっと3曲目でさーって落選しちゃったので、ぜひあの皆さん関西来る関東に来てリベンジを、ね、我々待ってるので、あ、さゆちゃん来てもらって、さゆちゃん来てもらって、あ、はい、よかったなって思いました。以上です。ありがとうございます。じゃあマリンちゃん。はい、マリンです。私はモメントリングがやりたかったです。そう、書いてくれてたよね、なんか好きな曲に。え、出したんですけど、投票で落ちた。残念です。残念ですね。また、ね、いい曲ではあるので。
じゃあ関東でやりましょう。やりましょう。なんかこの感じでいくと今日有名曲多いからどちらかといえばなんか関東でやる第2回がちょっとマイナーな曲が多くなりそうな気はするけど、みんなそれまでにラブライブ一周しような。なんかこの公演のために見てくれた人とかもいるっぽくて、曲聴いてくれたりアニメ見てくれたりとか、本当にみんないいから見てね。知らないんだ。あ、私のやりたかった曲も何も言ってないんですけど、私あののぞみってあんまりセンター曲が多くないんですけど、今回さっきやらせていただいたかっこいい曲のラブレスワールドあるんですけど、もう一個センター曲があってダンシングスターズオンミーっていう、なんかせっかくなんでそうハロウィン近いんでちょっとやってもよかったなとは思ったんですけど、でも個人的にはラブレスができたのが嬉しかった。はい、よかった。じゃあまああまり長々喋ってもね、皆さんちょっと落ち着いたかな、ちょっと暴れて汗かいたと思うので、それではまあ次の曲いきましょうか。はい、大丈夫ですか。はい、はい、では次の曲にいきたいと思います。繋がりを探していて、
I'm not afraid to die.
間の休憩とさせていただきます。